気が詰まって苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう。ここは横浜、151年、風を落とした窓。はい、こんばんは。こんばんは。サクラワークス。アマッコストリーム。はい、アマッコ先に。アマッコストリーム、サクラワークス。5回から今日は。はい。5回。5回じゃないよ。5回で。今5回で。なんか今日は、ね、うん、ポジションが違うというか。そうですね、はい、いきなり私が言わなければかと思ってね、はい、いいですよ、はい、いいですか、はい、今日はおとなしくしてようかなと思いますけど。あ、そうなんですか。なんかこうね、格好もね、なんかね、はい、こうね、くつろいでしまう。なんかね、片沼さんの事務所みたいな感じですね。あ、後ろのこの、ね、本の、はい、まあちょっとね、そのうちのハマコストリームの専用のオフィスを、あ、そうなんですか、持ちたいなと思ってますね。公言しましたね。はい、はい、またスタジオもね、はい、やっぱこうね。あ、本当ですか。スタジオね、お、はい、いつもね、点々とというかね、うん、今日はここだったりとか、そう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 、背景が違うなっていうのはね、うん、視聴者の方もね、見てて思うかと思うんですが、すけど、うん、じゃあちょっとそういう専用のね、専用のね、うん、なんか毎週こう、でも風景とかがこう違うとか、うん、そういう、じゃあちょっとお手伝いさんがいてね、そう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 、後ろの美術のね、あ、お手伝いさんね、お手伝いさんってなんかすごいその言葉久しぶりに聞いたぞ昔のことですか、ね、はい、そうな、はい、はい、そうです ね、まあうん、でも、こう放送とかね、自分のスタジオでこう誰も入ってこれないってとこもすごく、はい、まあ、それもそれでいいと思うんだけど、はいはい、なんかほら、例えば大桟橋もそうだし、うん、まあ、このサクラックスもそうなんだけど、いろんな人たちが来る場所、うんうん、やっぱそこのところに出てって放送するっていうのはすごく、うん、ユーストリーム的には楽しいから、そうですね、うん、じゃあどんどん出ていく、出ていく、それいいですよ ね、はい、ここで放送してほしいっていうのがあったら、これ、うん、結構ね、ハンマーコストリーム昔言ってたんだけど、うん、うちのとこ来て放送してよってそれありなんですか、うん、を結構やってたんだけどね、まあ、最近はそういう放浪の旅は終わったので、はい、でもまた分かんないけどね、はい、いろんなところに行ってみたいなと思いますね。なるほど、はい、スタジオあってもね、はい、はい、そうですね、そうですね、完全になんか今日のプランで行きましたがね、はい、まさか、はい、いや、なんか喋ってる感じですが、喋ってる感じですけれども、はいはい、では今日はね、メインMCの加藤玲奈さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、まあね、すごいこの間も大桟橋とかで行って、うんうん、なんか失笑が聞こえますが、はい、大桟橋とか行って、うん、近くにはゾウさんのね、うん、花パークとかあったりとか、ゾウの花パーク、はい、はい、そういうところがあったりして、うん、今日はゾウさんなんですか。ゾウさんとちょっと関係があるんですね。お、はい、そうきたか、はい、ゾウさん、うん、ゾウさんと赤いメガネというね、まあちょっとアーティスト活動をしている方がいらっしゃいまして、はいはい、ミュージシャンの方ですか。ミュージシャンの方ですね、はい、はい、じゃあ今日は、すみません、お名前が、はい、今日はですね、はい、まあ、ミュージシャン、はい、それからシンガーソングライター、それからアコーディオン弾きということでも、はい、非常に活躍をされている浅井さんに今日は来ていただいてます、はい、よろしくお願いしま す。すみません、お名前がパッと大丈夫です、はい、すみません、はい、Facebook ではね、フルネームなんで、いつもフルネームですけど、大体でも皆さんあれですよね、浅井さん、浅井さんって呼ばれてますよね、下の名前でね、はい、じゃあどういう風に呼んだら、浅井ちゃんって呼んで、浅井ちゃん、あ、字もね、朝に映画の絵って書いて、すごく素敵な、これには、うん、あ、ここに書いてあります、はい、あ、書いてあります、そう、朝日、朝が入る、本当だ、はい、映画館の絵で朝へと読みます、素敵な、はい、これ本名ですよ、あ、本名です、なんか神主さんがつけてくれた名前らしいです、はい、その浅井さんはその何か演奏されてるってことなんですけど、はい、楽器は何を、楽器はピアノと、はい、あと最近はアコーディオン、最近はアコーディオン、うん、が多いです。はい、アコーディオンはどうしてピアノからやろうかなって思ったの。アコーディオンはたまたま私の知り合いのミュージシャンで、はい、アコーディオンやってる人がいらして、やっぱりこう見るとちょっと素敵な楽器に見えるじゃないですか、はい、そうですね、こう動かして、それでちょっと使わない楽器ちょっと私のところ1個置かしといてよって言って、ほぼ1台ただ同然でもらった、っていうかただでもらっちゃった楽器があって、
て、それがしばらくうちにあったんですけど、持っていざ弾こうと思うと重いし、あの私が持ってるアコーディオンが右側、こっち側がピアノの鍵盤がついていて、こっちボタンがついている、あのピアノアコーディオンっていうふうに言うんですけど、アコーディオンで、まあこっちはいいとして、このボタンは何なんだっていう。でもそれでくじけて5分しょってはもう重いしって下ろして、しばらくもほったらかしだったんですけど、なんかちょっととあるバンドでこのバンドはアコーディオン入ったらいいんじゃないってふっとひらめいて、やってみたらすごいいい感じでまとまったっていうことがあって、そこからちょっとずつアコーディオンやり始めて、そうですね、でいつの間にかもジャバラガールズっていうあのアコーディオン2人でやるバンドを作ってしまって、作っちゃったからにはもう弾くしかないので、もうしょうがないからすごい練習して。ジャバラってこれですよね、この、そう、あの、はい、このアコーディオンのこれのこのベローズのこれがジャバラ、はい、ジャバラなので、はい、そうなんですね、はい、あのそのもう一つ、そのゾウさんと赤いメガネっていう風にもちょっと聞いたんですけれども、それはどういった、うちのバンドは、うん、あのまだ始めたばかりのバンドで、はい、あの1ヶ月ぐらい前かな、初めてあの横浜の吉野町にある小人さんっていうライブハウスで初めてライブをやって立ち上げたバンドなんですね。でそれもたまたまあの私がよく行くあの中野坂上のエイジアっていうライブバーがありまして、でそこであの知り合ったあの相沢雄三というドラマがいまして、で彼が私が小人さんで今度ライブやるライブやるって言ってたら、その小人さんっていう名前に惹かれたらしく、俺も小人さんで、で彼はあのドラムがメインなんですけれども、ギターも弾く、弾き語りもする人なので、俺もやりたいって言い出して、で同じ日にブッキングをしてもらって、でもせっかくドラマーがいるんだから、じゃあ私のピアノ弾いて歌うのにちょっと何曲か叩いてよって言ったら、任しとけって言うから、よしと思って、でやったらお互い思いのほか楽しくてですね、これちょっとチーム名決めてさ、なんかやろうよっていうことになって、それで私がつけたのがこのゾウさんと赤いメガネっていう。なんでゾウさんなんですか？あの雄三のゾウってゾウです。あ、そういうことだったんですね。そう、なんかこうゾウさんがすごい好きでとか、自分がよくゾウさんに似てるからとか、そういうことじゃないんですね。じゃないですね、はい、そうなんです、名前が雄三だから。赤いメガネっていうのはあれですか？赤いメガネね。あ、確かにすごい印象がね、赤いっていうのがこうキャラクター、ちょっとこの赤はね、すごい明るいね、うん、もうメガネ屋さんでパッと見て、もうこの赤っていう感じで、うん、ピンときたんですか？すごい惹かれて、可愛らしいですね。笠井さんっていうと、この赤いメガネがね、でこれでもうやっぱり皆さん覚えてくださるっていうのもあって、あ、そうなんだ、はい、そう、最初だからイベントでお会いし、それはどこの横浜 のマルシェっていうか、でその時はコーヒーを売ってらっしゃった、はいはい、初めてお会いした時、はいはいはいね、そうですそうです、この人だからコーヒー売りだと思ってたんですよ、ね、そう、私もつい最近までそう思ってたんですよね、なんか何なんだろうって、何なんだろうって感じ、まあ、あのイベントあれか、みゆきさんのイベントかどれでしたっけ、多分でもまあ大体みゆきさんのイベントだと思いますね、はい、あの浜っ子スリウムをご覧の方はあのおなじみの野村みゆきさんの、そうですね、はい、何回名前を言ってるんだって感じの村ですよね。やっぱ顔が広いなって思いますけれどもね、うんうん、そうなんです。なんかすごいファッションにもこだわりがあるのかなって感じなんですけど、一応今日、うん、そう、私最初なんとなくラジオっぽいイメージでいて、はい、そう、なんか自転車にブイーンって行けばいいやと思ってたんだけど、ふっと気づいて、ユーストリームって絵が映るやつだって急に思いついて、一応あのね、あのマルシェとかで演奏する的な衣装に今日はしてまいりました。やっぱりその衣装もそのアコーディオンっていうとこうかけるじゃないですか、うん、それだとなんかこうこういう洋服だとダメかなとか、うん、そういう決まりっていうか何かあるんですか？決まりっていうかやっぱりこう蛇腹がこう体の前でこう伸び縮みするので、お洋服挟んじゃったりとか、あとこの辺ボタンがついてたりするとやっぱ引っかかったりとか、で気をつけててもなんか引っかかるんですけど、はい、あ、まあ、引っかからないようにここ1枚こう座布団みたいなのやるっていうのもあるんです。うん、このね夏とかだとね特に暑くて、まあ、でもこれしょってるだけでも結構暑い、重みもあるし、そうですよね、で結構あの運動がね、はい、これがね運動量も重さって例えば普通の人、まあ、何キロっていうよりも、うん、普通の人が例えばの感覚でいうと例えば何を持ってるのと同じぐらいの重さとかって何かあります、うん、米より多分重いんですか？米より重い、そんなに重いで
いですか。米って10キロの。私5キロの米しか持ってない。あ、そうか。じゃあ5キロの米よりは大きい。うん、重い。で、まあ5でもいろいろサイズがあるんで、うんうん、私の中型なので大体8キロぐらい。はい、あ、結構。あれ中型なんですか、うん、これで中型です。あとで見せていただける、うん、あの小学校とかに結構アコーディオンってあるじゃないですか、うんうん、でもあのサイズだった気がするんですけれども、あれはもうほんと小型で、もうピアノのこの部分のリードしか入ってないので、はい、多分まあ全部重かったですよね、小学校、うんうん、小学生、ね、重かったですね。うん、要はこの音の数だけ中にちっちゃいリードがバーっていっぱい入ってる楽器なので、でこっち側の鍵盤の数が増えれば中のリードの数も増えるし、こっち側のボタンの数が増えればまたその分数が増えてどんどん重くなっていくと。必ずね、音楽教室とかにね、音楽室とかになんかある楽器ですよね、アコーディオンって。昔はね、ありましたけど、最近はなくなってるのかな。あ、そうなんですか。最近はないとかっていう話も聞きました。大学にはないですけど。いやいや、小学校とか。小学校ありましたよね。やっぱあるんだ、この世代でもあるから。じゃあまだあるの。いや、私はあるとさっきから話してますよ。あ、そうかそうか。そうですね。最近の、ね、子たちはどうなんですか、ね、あ、もっと今の子供たちね、うん、聞いてみたいですね。どうなんですかね。なんか、うん、こうあのアコーディオマルシェとかでね、こう弾いてるとやっぱり子供が、うん、なんですかこれっていう、こう目を丸くして、うん、可愛い顔でこう見つめてくるんですね。それがたまんないですね。でこうママはもう早く行くわよっていう感じでこう手を引っ張っていくんだけど、子供はなんかこんなになってもう凝視してもう見えなくなるまでこう見て諦めて帰ってくるみたいなね。あ、そうなんですか。しかもここのこう帯っていうかね、あれがすごいこう動きがね、うん、そう、動くのが面白い。面白いですよね。でそこそこ大きな音が出るので、うん、何なんだろうっていう、うん、子供には人気だよ ね、そうそう、子供はね、うん、喜びますね、うん、これは何ですか、やっぱ鍵盤楽器って言っていいんですか、何ですかね、一応鍵盤はついてますけど、でもアコーディオンでも鍵盤じゃなくてもボタンしかついてない、うん、右も左もボタンのものとか、うん、あと、うん、あの八角形で、うん、もう押す引くでこう音が違う、この形のがあるんですね、うん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 、そういうのもあるし、まあ、蛇腹楽器って言うんですかね、うんうん、まあ、風で音を、そう、風の楽器ですね、うん、そういう意味ではあのハーモニカとか、はいはい、鍵盤ハーモニカなんかもそうだけど、うん、風の音を、なるほど、なるほど、ね、うん、そういうのと同じ仲間ですかね、うん、圧力でっていうのですよね、か風を、風を通り道、どこのと、うん、窓を通すかで音が、はあ、うん、そういう鍵盤を引いたりボタンを押すとその風の通り道を開けてあげる感じなので、へ、なんか蛇腹を動かさないと全然こう引いても音は全然出ない、はあ、うん、蛇腹を動かして押してあげると窓が開いてそこから風が抜けてその風の音が出る、うん、なるほどね、うん、やっぱり怖くてあんまり、ね、うん、開けてみてはないんですけど、あ、一番開けられはするの、開けられるんだけど一番外側の安全な場所しか、うん、はい、かけてないです。あ、そうなんです。後でね、演奏していただけるっていうのでね、うん、はい、ちょっと楽しみなんですけれどもね、はい、じゃあそういうどういう経緯でというかね、今やられてるかっていうので、うん、最初はピアノって先ほども言われてたんですけれども、うん、そう、それこそあの子どもの頃から音楽教室通ったり、はい、ピアノ習ってたりしていて、はい、ね、それはどれぐらいまで、もう本当に高校を卒業するまでずっとピアノは習ってたんですけど、はい、それこそあの音大に行きたくて、はい、あ、そうなんですか、うん、やってたんですけど、なんか音大に行ってもなんか自分のやりたい音楽がやれない気がしちゃって、はい、で途中でもパッと切り替え、はい、それはどういうことですか、やれないって、なんかね、はい、なんていうのかな、まあ、ピアノを弾くのが楽しくて私は弾いてたんだけど、そういうところに行く人を見てるともうすごい弾くの苦しそうに弾いてる姿をすっごいいっぱい見ちゃったら、なんかね、こういう人たちと私はお友達になれないと思って、うん、そういう感じがしたのかな。でその子たちが弾く音がなんかこう螺旋を巻いてね、こうすごい暗い雲の中に吸い込まれていくイメージで彼女たちの音が聞こえてきて、あ、なんかここは私の行くところじゃないなんか感覚的にそう思っちゃって、もう行ったら行ったで楽しくわーってやったかもしれないんだけど、これもなんか違うと思って、
そうですね、締め付けられてるっていうか、もうがんじがらめに練習して、うん、すごいテクニックはすごいんだけど、うん、こうなんていうのかな、無機質な音っていうか、はいはい、そういうのがわーっと暗いところにこう吸い込まれていくイメージ。あー、わかります、わかります、うん、それでもう怖くなっちゃって、うんうん、なるほどね。そう、楽しさを失ってしまうんじゃないかっていう気はしますよね、うん、もうただ技術とかで、うん、まあ、結構その先生がね、まあ、怖い先生とかだともう潰すとかね、潰す、そういう潰すというか、まあ、その言い方あれかもしれないですけど、まあまあまあそれに近いよね、うん、なんというか、うんうん、やっぱりまあね、いろんな素敵な先生もたくさんいますけど、はいはい、中にはそうじゃない先生もたくさんいて、うんうんうん、そうじゃない先生っていうのは、うん、やっぱり自分たちのその劣等感に対して、こう劣等感があって、それに対してこう優越感を持ちたいので、うん、こう自分がダメだっていうことに対してこう自分をこう高めて、こう自分がプライドを、そうですよ、守ってるって、はい、そういう先生も多いので。なるほどね、はい、音楽じゃなくてもいますか、ね、まあいますね、どんな分野でもね、うん、先生と言われる人たちはね、そうそう、俺も元先生って言われてたからね、はい、コーヒーの先生いう大学のね、はい、いますよ、よくわかります。そうね、いろんな謎の多いね、謎の、もうあえて知りたくないなっていうね、あ、知りたくない、あ、過去はもういいと、あ、いいですね、今を生きる男、かっこいいですね、それ。でも今もよくわからない人ですけどね、そう、それはいいかなと。そうですね、うん、今そういう人いっぱいいますけどね、あ、はい、多いんですよ、はい、なんかね、ですね、なるほど、ね、ここのゲストも結構ね、男子ではよくわけのわかんない男子がいますけどね。前回もね、面白い方でしたけどね。じゃあそれで音大はじゃあ行かないと決められて、うん、じゃあまあ普通に大学、うん、だったらじゃあちゃんと勉強しようと、はい、で、どういう勉強されたんですか。私国語と英語しか勉強できなかったんですよ、うん、でしょうがないから、うん、あの世界史を勉強して、うん、3教科で受けられる、入りまして、あ、じゃあ世界史を専門は何ですか。専門社会学、ソシオロジー。なるほど、で、まあ、一応間口の広いところで、うん、はい、に入っとけば、うん、あの何とでもなるかな、まあ、社会学何でもありだからね、うんうん、そうなんですよね、うん、たらまた社会学に怒られるかもしれないけど、いやでもそうです、まあでも何でもいい、うん、もう見方に、社会をどういうふうに見ていくか、どうやって切っていくかっていう、うん、視点からこうもう選べる学問だから、うんうん、まあ、それはそれでいいところに入ったから、うん、でもそこで私6年も大学にいたんですよ。へ、あれ大学の名前言っていいですか、うん、明治、うん、明治ですよね、はい、明治学院、明治学院、確かにあるね、明治学院ですね、あ、姉妹校ですね、あ、そうなんです、はい、元をたどればね、うん、一緒なのよ、明治学院とフェリスって、うん、あのヘボン博士って、うん、詳しいですね、ヘボン博士から、うん、ヘボン博士とヘボン博士の奥様と、うん、それの関わりのある人たちから出てきたのが、そうなんだ、はい、だからほら、フォーアダーズ、フォーアダーズ、そうです、そうです、フォーアダーズっていうその理念があって、うん、アザーズでしたっけ、なんか似てるんですよね、覚えてないんですよね、そうそうそう、だから明治学院もフォーアダーズっていうその、うん、すごい似てるんですよね、でフェリスも人のためにっていう、そこはだからヘボン博士から来てるっていう、うん、はい、すごいですね、詳しいですよ、ヘボンについて語らせればもう、あ、そうなんですか、もうヘボンについて語らせれば多分あの横浜でも俺の右に出るものは、あ、本当ですか、いや10人ぐらいいるかもしれないけど、誰も出たくないかもしれない、でか、まあ、知られてないじゃん、だってヘボンって名前出したってみんな、ヘボン式のローマ字って言葉ですら最近非主語になってるもんね、うん、そもそもね、それがよくわからないんです、いや日本で初めて、あのなんかゲスト前にしてた日本で初めて、うん、あの西洋医療を、はい、医療の診療所を始めた人がヘボン博士、それから、まあ、聖書翻訳ってのもあったんだけど、うん、初めて、日本で辞書、うん、和英辞典を作ったのがヘボン博士、あ、そうなんです、まあ、だからヘボンについてはまたいろんな時に、また別の時に語りたいと思いますけど、あのちなみに、オードリー・ヘップバーン、あ、はいはいはい、ヘップバーンの、日本語がヘボン、そうで、あの親戚だそうです、そうヘボン、そう、ヘボンっていうのは、あの日本語発音でもともとはヘップバーンなんですよ、だからヘップバーン博士なんです、うん、そうなんです、本当は、うん、すごいですよ、広がりましたね、ヘボン広がりましたね、そうそう、だからね、明治学院とフェリスはそこのところでこう、ヘボン、ヘップバーンとかつなげてる、ヘップバーンさんがつながる、はあ、知らなかった、素晴らしいです、ちょっと学校の歴史をね、なんか知った感があるんです、今度だからね、あの2つの大学に行って、うん、ヘップバーンについて語りたいぐらいこう、
あ、そうなんですね。もうヘップバン忘れられてる人ですね。なるほど、まあはい、とりあえず置いといて、はい、置いといて、はい、まずあで大学に入られてでそれその時はじゃあ もちろん音楽が専攻じゃないので、うん、それで音楽をやめられちゃったんですか。特にやめたっていう意識もなかったんですけど、はい、まあ、特にやる環境でもなかったので、はい、まあ、忘れてたっていう感じですかね。忘れてた、うん、じゃあまあ自分でこう薄くというかやってはいたんですか。いや多分ねピアノもほとんど触ってなかったですね、はい、その当時あのおばあちゃん家から大学通ってたんですけど、一応おばあちゃん家に、うん、あのおばさんが子供の頃使ってたっていう古いピアノがあったんだけども、あの調律がねちゃんとしてないと気持ち悪いじゃないですか、うん、ジャズみたいな、うん、でちょっと弾いてはなんか、うん、気持ち悪いみたいな、だからもうほとんど、うん、触らなかった時期があって、はい、それで辞めて10年ぐらい、はい、10年、うん、結構経ちましたよね、うん、だいぶ長い間忘れてましたけどね。でなんかのきっかけで友達から、はい、なんか友達のバンドでライブが決まってるのに、はい、キーボードの人抜けちゃって困ってるからなんか助けてやればって言われて、と思ったんだけどじゃあやろうかなっていう感じで、そこからまたちょっとずつちょっとずつ、へー、うん、やっぱり音楽楽しいなっていう風になってって、そこからも最初はもうあのおじさんおばさんバンドのサポートキーボードみたいな感じでやってて、やっていくうちにやっぱりこうだんだんもうちょっとなんか違うのやってみたいとか、こういう曲やってみたいとかっていう風になっていって、うん、でもいろんなバンドサポートとか、あとメンバーでやったところもあるんですけど、まあその後いろいろ紆余曲折ありここにたどり着いた感じですね、うん、10年ぐらい休んでから、うん、今はどれぐらいまた復活されてやってるんですか。どれぐらいかな、あもうだいぶ、はい、数数えるのがあんまり得意じゃなくて、はい、でも、はい、もう 10年までいかないかな、うん、でもまあちびちびから数えたら7、8年ぐらい、ね、あそんなに、あそうなん、うん、そのやっぱり辞められて、うん、こうからあえて辞めてこう、うん、あ音楽っていいなっていうふうに思いましたか、うん、もしかして辞めても辞めなくても今ここにいたかもしれないし、うん、いや分かんないですけど、うん、昔からこう音楽で何かいずれやりたいなっていう夢はあったんですか。私あんまり先の目標を考えて行動するタイプでなくて、もう今こうピアノ弾くの楽しいからピアノ弾いてるってだけでもうずっとピアノもやっていたし、ただまあ音大に入るっていうのはまあ進路を決めなきゃみたいなこうね圧力があって、じゃあピアノしか弾きたくないってなったらそこしかもう選択肢が浮かばなかったかなっていう。なるほどね。で多分幼稚園の頃とかは幼稚園の先生になりたいとかありきたりのね、はいはいはい、そんな感じだった気もするし、うん、でもただひたすら楽しくて聴いてて、今さえ良ければいいみたいなね、それも大事ですよね、やっぱりこうすごい懐いてらっしゃる、うん、あそうですか、まあ今はね大事ですよ ね、はい、だから常に私今が一番楽しいんですよ、うん、それ素敵ですね。であの、うん、あ多分都合の悪いことはすぐ忘れちゃうんだと思うんですけど、それ素敵です、うん、だからなんかこうね一緒にいてこうすごい笑顔っていうか、だってね、うん、こんな可愛いガールを前にしたらさ、いや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 、まあ、自然に笑顔になるってことでしょうかね。そんなだって最初のねこんななんかうーうーうーみたいな感じをね受け止めてくださりっていうね、なんか優しさをこうあれなんですけれどもね、やっぱり音楽ってこう挫折っていうかね、うん、もう自分は才能ないんだとかね、うん、勝手に思い込んじゃう人って多いんですよ、うん、それでやめてしまうってね、うん、でも純粋にやっぱり楽しんでるっていうのは、うん、なんかやっぱ秘訣っていうかあるんですかね、こう、うん、もう演奏してる時に、うん、あ今これは楽しいなって思うんですか。もう弾いてて楽しい、うん、まあ下手くそだと自分にイラっとくることは、うん、もうちょっとこういう風に弾きたいとかっていうのはあっても、はい、でも楽しいなっていう気持ちの方が多分、うん、あ勝っちゃうのかな、じゃああんまり緊張とかもしないんですか。あまあね、うん、場合によってはこの間のライブはすごくて、はい、ずらーっとね私の目の前に美女が並んじゃって、はい、すごい変な緊張して歌ったことがありますけど、つい3日ほど前ですけど、台湾の方 の、うん、あのファンの美しいガールたちが並んで、それ緊張するわ、すごいすごい景色でした。あ確かにそう、貴重な体験でした、ね、あそうですね、歌シンガーソングライターなんですよね、でもあの、はい、歌
を歌ったり作ったりし始めたのがここ3年、はい、4年経つのかなっていうぐらいで、それもなんか人にそそのかされてね、はい、あのバンド作った時にもこれはさゆちゃんのバンドなんだから、うん、さゆちゃんが曲作んなきゃダメだよって言われて、うん、無理無理そんなのって言ったらできたって言って思っていたそこそこなんかこれいい、うん、いいねっていうことになって、うん、それからまあぼちぼち作り始めて、なんかこうね、ちょっと突っ込むと、うん、あの浅井さんの話聞いてるとほら、うん、一般の人たちって例えば音楽やる人たち、まあ音楽じゃなくてもそうなんだけど、うん、みんな才能って言葉すごい好きじゃん、うん、そうですね、うん、なんかね結構世の中の人たちはね、うん、それから学校とかでも、うん、要するに才能があるから例えばその音楽をやったりだとか、うん、何かそういうねこう、うん、絵を描いたりだとか、うん、まあ例えば才能があるから例えば言葉が喋れるとかってね、うん、いろいろみんな言うんだけど、うん、そういう感覚って多分ない、うん、才能も多分あんまりないし、あえてそういうのにはっていうか、なんだろうな、でも多分音大受験しようとかって思った時はそういうことももしかしたら考えてたかもしれないけど、うん、でもなんかそれよりも楽しいことの方が大事だし、やっぱりそっちの方が楽しいし、だからピアノを弾いてたらしいっていうのがあって、だからでも練習は必要だと思う、ね、うんうん、だから練習すればだってこれアコーディオンだって私も弾けるようになるって全然思ってなかったし、うんうん、それが一応頑張れば弾けるようになったし、やっぱりそれも練習トレーニング、うん、だからトレーニングとあとこういう風に弾きたいとかこういう歌を作ろうとかっていうあの妄想力、うんうん、か妄想と、うん、トレーニング、妄想とトレーニング、うん、どう違うんですか、あ、そうか、妄想とトレーニングですね、イメージ、うん、なるほどね、多分練習だけだと思う、なんかね、あ、指の体操だけだからつまんないし、そうですね、そこにこうなんかね、うん、イメージしたものとかをポッて乗っけるだけですっごい楽しく、うん、当然やっぱりこういう曲を弾くときはこういうイメージで弾きたいっていうのは持ってやるんですよね、うんうん、歌を作った時になんかここはこうあのアレンジもやっぱ自分で考える時に、うん、ここはなんかこうパーッとなんだろう虹が空にかかるイメージとか、うん、なんかここはちょっとワクワクする気分とか、うん、あの全然音楽用語じゃないんですけど、うん、そういうイメージだから一緒にバンドをやるメンバーにも、うん、ここはなんかちょっと広がる感じにしてとか、うんうんとうん、そういう風にへなんだろうイメージを伝えるとか、あと物語にね、ゾウさんと赤いメガネの歌なんかも二人でこう物語を作ってそれをちょっと歌おうよっていう、一応それをやるバンドっていうことで、うん、なるほどね、やっているので、練習するの好きですか、うん、練習も好き、うんうん、ですやっぱ楽しい、うん、疲れちゃうからアコーディオンは、はいはいはい、ちょっと練習してすぐ下ろすんだけど、でもそういう練習がいいみたいですね、うん、なんか、はい、こう集中してもう追い詰めてっていうよりも部分練習とかこう拡散してやる方がなんか身につくって聞いたことあるんですよ、そうだと、多分そうだと思うね、言葉もやっぱりほらあの語学とかね、まあ、通訳とかもやってるからだけど、結局あのやっぱり練習と妄想力なんだよね、妄想、才能じゃないんだよね、みんな才能って言葉が、要は才能があるからいいって思うけど、そうですね、それね、逃げだと思う、逃げなんだよね、やっぱ練習、そう、そうだ、イチロー選手とか別に才能じゃなくって練習あれだけしてるから、うん、あ、うん、なるほどね、だ極めた人は多分ね、うん、とてつもなく練習してるんだよね、あ、うん、あととてつもないやっぱ失敗とかもしてるって聞きますよね、あととてつもない妄想力あるっていうね、うん、あ、うん、そこに長けてるってことですね、そう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 、なるほどね、私もその歌とかでね、うん、やってるんですけど、はい、やってて、まあ、ピアノもやってて、うん、ですごくこう、まあ、最近ありがたいことにすごいいろんな歌う機会っていうか、うん、あったりして、でなおさらやってるとこう、あ、自分のここがもうできないとか言って、うん、もう音程が定まってないとか、うん、高い音は出るのになんでとかこうね、すごい、あ、もう下手くそ下手くそとか思うんですけど、うん、そうじゃなくて、あ、私はちゃんとそうだこういう練習をしてなかったから今音程もこうやってできてないんだと思って、多分できてる人っていうのはもう才能とかそういうのもある、まあ、じゃなくって、ちゃんとやってきてるから
から、ね、今こうできてるんだと思うんですよね。私はじゃあただ単にそこが足りなかっただけだって思って、じゃあまたそこをちゃんとやればそこは絶対クリアできるんだって思えば、別になんか才能がないとかそんなのないなっていうふうに思えてきましたし、今日もちょっとね芸術家の方とちょっと会ったんですけれども、やっぱり才能がないって言ってやめるのは言い訳だって言って、それはもう単に勝手に言い訳を作って逃げてるだけだっていうふうに聞いたので、なんかね才能って言ってこう嫌ですね。いやだからね、だって浅田真央だって才能じゃないね、才能よりも練習の数がとてつもないっていうね、ね、この一つの感を決めるだけにどれだけ練習をしてるか、そうですよね、うん、そこをだからみんなすっ飛ばすんだよね、きっとね。だからでもそうやって言う人はやめたい人なんだと思うんだよね。そうですね、そうやってね、理由がちゃんとすれば、うん、自分も納得するし周りも納得するからやめられるじゃないですか。確かにそうですね、うんうんうん、一番やめやすいっていうかこう、うん、勝手に作りやすい理由ですよね。もう自分は才能がないんだ、才能がなかったからとか、でもそれってある意味自分を見捨ててる感じがしてなんかかわいそうっていうか、うん、まあ、ね、悲しい言葉だなっていう気もするんですけど、一つの自分の可能性を自分でもう閉じちゃう、ね、もう閉じちゃうんですけどね、うん、そういうこと言ったら何だってね、もうちょっと努力しないで、あ、もう才能がないって言ったらもう全部閉じられてしまう気がしちゃうんですけどね。算数苦手だけど一生懸命こう指で数えて、これで10まで数えられるから私大丈夫だと思うんだよね。ああすごいポジティブ。そう、もう数学がすごい苦手で、でもやっぱり数学の練習しないんだよね。練習だって得意な人じゃもうなんかずっとやってるもんね。そうなんです。やっぱでも得意不得意っていうのはあるんですかね。まあまあ好き嫌いはあるかもしれないね、やっぱね、うん、向き不向きっていうのはある程度あるけれども、それでただできないからって才能っていうふうに決めちゃいけないってことなんですかね。そこがなんかまだねこうちょっと分かってないっていうかあれなんですけど、はいはい、でもね、まあ、この年でそこまでいろんなことが分かってらっしゃったのね、うん、いやいやいや頭でっかちゃうかもしれないですけど、本当ですかね、うん、やっぱり諦めないというかね、こう楽しんでね、うん、常にやっていきたいなって気持ちはね、うん、楽しい方向にいろんなことを考えちゃえば、うんうんうん、そうですね、自然とこうなんか自然に乗ってるっていう感じが、うん、私から言うのもなんですけど、うん、するんですよね。瞑想してるの見てるとね、めちゃくちゃ楽しそう、でもね私が一番楽しいんですよ。そう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 、一番楽しい。だからここ周りが楽しいから浅田さんが楽しいんで、その周りがみんな楽しくなるみたいな。素敵、うん、結構弾きながらそうマルシェでね、うん、演奏してるとなんか、うん、後でここのパン屋さんのこのパン買おうかなとかって、うん、楽しそうですねそれがやっぱり、ね、マルシェで、ね、にぎやかしに行くときはそれが一番楽しいです。とにかく混ざって歌ったりとかね、勝手に俺がねこの間踊ってくださってね、踊ったりとか、ね、踊ったんですか、はいはい、いろんなことしますね、はい、じゃあちょっとその宣伝というかあれですね、はい、今度なんかまたあるのかなというので、はい、明日、明後日の8月14日の木曜日に、はい、吉野町の小人さんというライブバーで、うん、これゾウさんと赤い眼鏡、私が持ったら大丈夫、今まで俺が持ってます、もう6月30日に初めてライブやって、はい、で最初ピアノとドラムでやったんですけど、はい、ちょっと明後日はちょっと初の試みで、はい、私アコーディオンと歌で、はい、ゾウさんには小太鼓を首からぶら下げてもらって、小太鼓と、はい、あのアコーディオンと歌でっていう、あのちょっと変わった編成でどうなることやって感じなんですけど、です、だから今日も昼間一生懸命練習してて、私が弾けないとこれ歌えないんだけど結構切羽詰まって練習してましたけど、ちょっとね楽しいライブになるかなと思いますね。なるほど、8月14日、時間がですね、ごめんなさい、これ書いたの間違っておりましてですね、はい、おー、間違ってたんですか7時半オープンの8時スタートで、あ、なるほど、はい、で私たち、あのこの日は2バンド出るんですけども、うん、私たち一番最初にやるので8時から、はい、歌いますので、よろしく、ぜひね、情報はあの、ゾウさんと赤いメガネの方はフェイスブックがありますよね、フェイスページ、それからジャバラガールズもあるんですけどね、はい、ジャバラガールズもフェイスブックページございますね、こちらの方をチェックをしていれば、はい、ライブの情報が上がってくる、うん、本来は、あ、今ちょっと写真変わっちゃいましたが、あ、戻せますか、こういう感じで、あのライブ、そう、最初、あ、もう4、5回ライブやってるんですけど、はいはいはい、ピアノ で、うん、で太鼓もぶら下げないで、ぶら下げないで、こう、こういうドラムの設置型で、なるほどなるほど、はい、それを木曜日はこれで、うん、はい、楽しいんですけど、はい、ちょっと、うん、あの今後のことを考えた時に、はい、まあ、これもいいけれども、はい、ちょっと面白いことやろうよっていう、はい、すごいですよ、あの小太鼓ぶら下げて、はい、あの太鼓叩くスティック棒があるじゃないですか、棒もあのいろんな種類の棒があって、
ね、ほら、はい、マレットとかの上にこう帽子がかぶってるみたいなのとか、はい、こう右と左と違うものを持って叩いたりとか、なんかいろいろ工夫してくださって、なるほど、お父さん素晴らしいドラマなんですよ、すごい柔軟に柔らかい人なので、はい、いろんなことにありとあらゆることに対応してくれて、すごいあの私も盛り上がってやれるので、はい、よかったら、はい、ぜひね、はい、14日じゃあそれちょっとそろそろ、ね、演奏を聞きたいですね、はい、大丈夫ですか、演奏いいですかね、はい、じゃあ準備とかねかかるかな、はい、ちょっとだけ、じゃあ準備お願いします、準備をしている間に、ここであの話してますんで、はい、はい、お願いします、すごい楽しみですね、ということでね、はい、そういう変わったのが聴けるっていうのはね、うん、アコーディオンってねやっぱりね、はい、うん、楽見てても楽しいよ ね、 なんかね、そうですね、やっぱ子供が食いつくっていうのはすごい分かりますよね、子供がねすぐ食いつく、うん、あ、こうやっぱ普通にピアノとかよりも動きがね、うん、面白いので、うん、どうなってるのかなっていうのが気になりますし、それに私アコーディオンのそういうプロっていうか、うん、の方の演奏って初めて聞きますね、はい、あれ実は北海道にいた時にね、あのお芝居やったじゃない、はい、その時に、はい、あのサハリンにでサハリンカラフトに行って、はい、お芝居やったんだけど、その時に音楽を入れたくって、あのアコーディオン弾きの人が札幌にいるんですよ、やっぱりあのアコーディオンの活動してる人がね、でその人が、うん、あの入ってくれて、うん、アコーディオンの生演奏で、劇の中ですごい、はい、でそうするとね、そのいろんなほら練習とかでちょっとみんなが疲れてくるじゃん、はいはい、そうするとその人がアコーディオン弾いてくれるわけ、うん、そうすると雰囲気がパッと変わって、あ、明るくなりますよね、明るくなるっていうね、うん、なるほどね、はい、あ、楽しいんですよ、はい、楽しい、はい、ということで、じゃあそろそろ準備が整いましたでしょうか、大丈夫ですか、 OK、 OK、 いただきました、はい、OK、ですでは、じゃあね、演奏を聴かせていただきたいと思います、はい、では浅井さんの演奏をお聴きください、今私の一番好きな食べ物の歌を歌います、¡Gracias!
かね。チョコレート、チョコレート、チョコレート好きですか、うん、好きですね。みんな好きですよね、チョコレートね。はい、はい、やっぱね、こういう、あ、よかったです。なんか楽しいよね、やっぱりね、はい、こうやってこうリズムをつけてやっぱりやるっていうのが、うん、なんかすごい愉快に。なんかこうやってほら風の、ありがとうございました。風がね、うん、こう風が通っていく楽器ってさっき言ってたけど、うん、その街の風がこういいですね。その街の風がこう通っていって奏でられる楽器っていうのがね、よく言われますけど。うん、どうですか。今ちょっと汗をかきました。汗、うん、やっぱりすごい。あの、はい、アコーディオン重い、うんっていうのもあるんですけど、うん、あのベルトをこう背負って後ろでもあのリュックでこっちが前パチンと止めたりするじゃないですか、はいはい、こっちでも止めるんですね、ちょっとでも軽くなるように、うん、こうグワッて締め付けられてる状態で歌うので、はい、結構歌が苦しくなったりして、でもだいぶ慣れましたかね。あ、そうですか。それでもやっぱりあのステージ40分ぐらいのステージやるともうすっごい汗だくですよ。いやすごいな、こうやっぱりリズムつけて、だってあれだけ弾かれて歌うってね、やっぱ弾き語りってすごいなって思ったんですけども、体力いりますね、やっぱりね、やっぱりミュージシャン力がないと、体力ないと、そうですよね、機材運ぶのもね、どの楽器も多分そうだと思うんですけど、なるほど、じゃあその体力作りでこうなんか欠かさず食べてるものとかありますか。肉ですか、ね、あ、やっぱ肉ですか肉、いいですよね。お肉の歌もあるんですけど。あ、そうなんですか、はい、聞きたいとか言ってもそれなんですけど、でも私も肉はいいですよね、うん、あのコンビニのチキンとか、うん、あとあの、はい、唐揚げの串に刺さって、はい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 、そうだからライブの前にお腹空いちゃうと、はいはい、やっぱ食べるんですか、あの肉、あの、ね、はい、歌う人ってよくあの、ね、食前食べないっていう人もいらっしゃるけど、はいはい、私逆に食べないと空腹で力も入んないので、ね、あの唐揚げの串に刺さってるやつと、はい、あと最近はお赤飯、腹持ちがいいから、はいはい、そのペアで、はい、あの食べることが多いです、ね、あとチョコレートね、ピーナッツが入ってるやつね、めちゃくちゃ油を取りますよね、高カロリー大好きですから、ね、はい、それだけ取っててもね、やっぱりそん、ね、すごいここが、ねね、痩せてよく言われるんですけど、食べてるんですけど、はい、蒸発する、蒸発もう蒸発してるなって感じなんですかね。本当だからもう筋肉欲しいんですけど、筋肉になる肉をつけなさいってなんかよく言われるんですけど、うんうん、なるほどね、その肉はどうやってつけるんですか。でもやっぱりいいみたいです、その肉とか、うん、あのチキンとかのね、ああいう油が喉とかにもすごい潤って、うんうん、はい、だから某歌手の方はすごいありのままをね、うん、歌ってる歌手の方は、うん、あの毎日豚骨ラーメンを食べるって聞いたことがあって、歌う前に食べるって言ってましたね。そうやっぱ豚骨とかああいう油がすごいいいんですって、はい、それいいこと聞いた。そうなんですよ、豚骨ラーメン、豚骨ラーメンとかやっぱチキンも結構オペラ歌手の方とか食べてまして、チキンいいんだ、はい、私も最近すごい食べて、もうそれだけ食べて、あとレッドブル飲んでちょっと合わせ行ってきますとかそんな感じなんですけれども、レッドブルの時だけ私飲みます、あ、飲みますか、ちょっと元気出して一発行きたいな、ちょっと気合いを入れてって、あれ飲むといいですよね。じゃあ番組の前チキン食べようかなチキンの食べてもうレッドブル飲んだら完璧ですよ、完璧、万全ですよ、はい、はいはいはい、いいですね、いいこと聞いた、いやいやいや、うん、私もなんかその共通で肉っていうのが嬉しかったです、うん、だって急に目が輝いたね、うん、そう、すごい輝いてるよね肉で、肉の食いつき半端ないですよね、私今日で一番輝いてる目が、ね、肉みたい、肉食べなくなってしまいましたからね、うん、今日も食べたんですけどね、うん、レンチャンで食べてますが、大丈夫ですね、なるほどね。でもそういう、これもチョコレートもご自分で作曲されてですか、うん、そうです、これは結構あの、うん、前にバンド、自分のバンド、あの、はい、ドラムとベースと、はい、あのギターといって、はい、バンドをやってた時期があったんですが、その時に持ってったら、はい、これ適当に作ったでしょって言われたんだけど、そうだけどちょっとやろうよってで、歌ってるうちになんかすごく、はい、だんだんあの自分でもすごく好きになったんだろうし、あのこの歌もなんかちょっと成長してる感じがして、なんかお気に入りの歌に、
そういう別に音大とか行かないでっていうので、うん、ご自分でそういう勉強とか何か作曲のっていうのはもう全然、うん、特に感覚で、はい、あの多分、うん、でもクラシックをずっとやってたから、うん、多分構成とかをね考えるのは、はいはい、ベースにやっぱそういうのがあるかなっていうのがあって、うん、であとその譜面の書き方をすごい教えてくれる人がいて、うん、あそうなんですか、うん、でその人に譜面の書き方は徹底的にしごかれ、うん、その G の書き方はダメだとC7 に見えるからだとパッと見て、うん、全体が分かるように書かなきゃ、うん、譜面っていうのはダメだって思われて、それで譜面もう書くのはすごい上手くなったと思うんですけど、でそうやって整理していくと自分でも、はい、ここ構成がでこうだからここはじゃあこうしようかなっていう風に組み立て方なんかは譜面をちゃんと書くようになってから、うん、自分でもいろいろ把握ができるようになったので、うん、なるほどね、はい、そうなんですね。やっぱり一概にそのもうこうがんじがらみにね、それもさっき戻りますけど、うん、こうなんかちゃんと勉強してみたいにじゃなくても、うん、こうなんか自由な感じがね、うん、すごい歌に表れてていいなって思ったんですよね。だから、うん、そういうのをね自分でされてるっていうのもね、うん、時間の配分としてはどうなんですか、作曲と練習とっていうのは。もう、はい、明日何があるかによりますね。明日ライブだったら今日はちょっと練習するし、うん、そうですよね、くたびれてたらもうお肉食べて寝ちゃうし、うん、お肉食べて寝るんですか、うん、あのそう、うん、夜寝る前にお腹空いてるとやっぱ眠れないじゃないですか、うん、だからその時お肉食べられるんですか、とかにも本当ですか、食べたいもの食べたい時に食べてる感じ、ね、いいですね。私のフェイスブックに夜中になんかそういうものを載せると、うん、すごいなんかクレーム、ね、クレームちょっとやめてよって、ね、はいはい、この時間にとかね、そうそう、うん、羨ましいとか、うん、いいじゃんって、いいじゃん、あ、そうなんですか、うん、そこも制限しないで気の向くままにっていう感じなんですか。そうですね、もう私の人生全部それですね、うん、もう幼稚園の時からそう思ったんですよ。まだ私が行ってた幼稚園が、うん、あの私が行った3年間だけ自由保育を、うん、あの試験的に導入してた幼稚園で、好きなこと一日中好きなことしててよかった。私一日中ドロンコ遊びをして、うん、でなんか作るんじゃなくて、うん、声ブエッて塗りかくって、ブルーマンじゃなくてドローマンです、そう、もうなるほどなるほど、塗りたくって遊んでたって、うん、それしかあの記憶にないよっぽどそればっかりやってたんでしょうね。だからもうその頃のに、はい、いろいろ培われたんでしょうね。ああ、うん、なるほどね。自由にこう、もう好きなことをやると。うん、で、今でもだからいろんな、うん、あのイベントでやらないとか、うん、ライブ一緒にやろうよとか、うん、あのジャバラガールズのあのゾウさんもそうなんですけど、うん、なんか誘われた時に、うん、楽しいか楽しくないか、うん、快か不快かっていう、うん、もうそれしか私基準がなくて、うん、楽しいとか、うん、あの心よい快であれば、うん、そっちに行くし、そうじゃなかったら、うん、あのやらないしっていう、うん、あ、そう、それだけでもずっと来てたらこんなになりましたっていう、あ、もうそういう選択の仕方っていいですね、はい、確かに、うん、もうなんか、はい、どこにもなんていうのかな、はい、あのもう自分の中にしか基準がないし、うん、他の人から見たらえっていうことも自分がそれが楽しいって、それがそうですよね、うん、って思えればもうそれだけで全然、うん、なるほど、うん、やれるから、でそれ失敗しても自分が悪いんだから、うん、あ、失敗しちゃったなって、あ、そうですね、責、うん、めるのというか自分だけで解決できますもんね、責、うん、めもしないっていう、ね、ああ、もう失敗しちゃったからじゃあ次行こうかみたいな、いいですね、うん、結局はやっぱりあれですよね、自分が満足できるかっていうのが一番大事だったりしますよね、うん、そうそうそう、こう自己満足っていうほどじゃないですけど、うん、こう自分が一番しっくりきたりとか、うん、楽しんでるってことが何よりも大事っていう、それがやっぱ一番自信持ってやれるし、うん、自信持って間違えたら間違えたり自分のせいなんだから、あ、誰のせいにもできない、そうですね、うん、そしたらもういいかと思って、そうそうそう、あ、ま、じゃあもうそんなのぐちぐちしてたって先に進まないんだから、うんうん、はい、あ、じゃあもう過去のことにこう固執したりってことはないですね、うん、なんか忘れやすいんですかね、うん、もう寝たらみたいな、忘れ、うん、食べたら食べたらいいですね、それ食べたら、そうそう、食べて寝たらもう、うん、へ、忘れちゃう感じですね、あ、そうなんですね、いや、なんかこう聞いててね、ポジティブって、うん、こう自然の流れになんか楽しくねもっといたいなっていう気がしてきたんですけど、はい、そんなね浅井さんのちょっとことをもっと知りたいということで、はい、7つの質問いっちゃってもよろしいでしょうか、はいはい、1番目の質問、はい、浅井さんが一番リラックスできることって何ですか、う
昼寝。昼寝。ああ、それは毎日されるんですか。あのね、最近ちょっと早朝にバイトを、はい、本当ですか。あの朝早く起きるのすごい苦手なんで、あ、私も早朝にやろうと思ってんですよ。はい、いいですか。大変ですか。はい、朝起きてその出動するじゃないですか。でなんかちょっと朝日がちょっと気持ちいいなっていうのはすごい。あ、いいですか。ああ。じゃあやっぱりそういうバイト入れることによって朝が得意というか、いや全然得意にならないですけど、とりあえず起きて、あの渋々働いて帰ってくるとまあお昼ぐらいでご飯食べると眠くなっちゃうんですよ。今日もちょっと昼寝したんですけど、本当はでも15分か30分、長くても30分と思うんだけど、今日ちょっと1時間ちょっと寝ちゃって寝すぎたなっていう感じです。そう、昼寝ですね。昼寝、はい、寝ると本当に気持ちよくなって、ちょっとそれまでうずうずこうしてたことが、もうなんかいいやっていう風になりますよね。いや、じゃあ昼寝。じゃあ2番目の質問です、テンションを高めたりとかやる気を出すためのなんかきっかけとかアイテムとかってありますか。やる気を出す、なんだろうな、コーヒーを飲む。コーヒーを飲む。おー、あの、その詩を書いてる時とか、はい、あとそうはあのチョコレートとコーヒーは、はい、あの、うん、なんていうのかな、曲なんか作るモードの時には、あのコーヒー持ってきて、あのチョコレートは机の上にあのバラバラいろんなものが散らばってるんで、食べながら、これはだって脳みそに栄養だからって、なるほどなるほどね。あ、もうじゃあ罪とか感じないですね、もちろん。ないですよ。あ、これはなんかもう太るんだとか、そう感じちゃダメなんですよね、絶対ね。チョコレートは脳みそに、うん、なるほどなるほど、はい、あ、そっか、もういいですね、なんか全てがこうプラスになりますよね。私なんか友達とね、こう食べてても、なんかこの間、こう、あ、これ罪だとか、もうギルティーとか言いながら食べてるんですけどダメですね、もうこれご褒美だと思ってね、脳に活性化させるための、これから喋るんだとか演奏するんだって、好きです、その考え方料理は何派ですか、また何系が好きですか。本当ね、うちで作るときはまず野菜炒めですね。お肉いっぱい入れて、ニンニク入れて、あとその辺にあるお野菜ブワーって入れて、ご飯の上にボーンとのっけて食べる。あ、うまそうです。あ、でもね、最近はね、そばにハマっておりました。そば。そば、そうめんじゃなくてそばですか。そば茹でて、あの、めんどくさいからもう器にポインってのっけて、オリーブオイル、あの、あ、美味しそう。くっついちゃうから、あの、スパゲッティと同じで、オリーブオイルぶわっととりあえずかけて、その上にその辺にあるものをのっけて、めんつゆの素をめんどくさいからドボドボっとかけて、ちょっと薄めるためにその辺にある麦茶をちょっと入れて、バーッと一味をかけて食べる。はあ、いいです。オリーブオイルもいいですよね。オリーブオイル。オリーブオイルっていいですよね。私も何でもかけちゃうんですけど、パンとかにもかけちゃうんですね。お塩とオリーブオイルかけるっていう。あ、そうなんですか。お塩とでなんですね。はい、ちょっとやってみますけど、はい。いいですね。なんかこう適当にで麦茶かけちゃったりとか。その感じがなんかうまくこうまとまりそうですよね。どんなのかなって、水入れるっていう感じがしなくて、なんですか、なんか薄まっちゃうじゃん、水じゃん、麦茶とかね。あ、そうなんですか、よくお茶とかを入れるとかっていうのがある。あ、そう、そばは結構麦茶とかが定番なんですか。いやいや、まああれだけど、普通はちゃんと作るんでしょ。焼きそば作る時も麦茶とかね。え、嘘、本当ですか。お茶とかね、ウーロン茶。焼きそば水ジューって感じなんですか。私焼きそばの時は酒かけます。酒とかもある。へえ、もう酒とか言ったら日本酒とかじゃなくて料理酒ね。あ、なるほど、日本酒かけたら別に日本酒そのままでもまいい、まいいです、まいい。どこまで許しちゃうんですかね。はい、なるほど。まあ最近口ずさむ曲とか歌とかって何かあったりしますか。うん、あの最近ちょっと作った曲があって、あの新しい曲を作るとしばらくその曲がもう頭の中こうぐるぐるぐる回るんですよね。でそれが伝染するのか、あの私の歌を聴くと、例えばチョコレート聴いた人は、もうしばらくあのチョコレートが頭から離れる。わかりますか。はい、あとまあいろんな、まあ玉ねぎの歌とか、あと最近作ったまたちくわの磯辺揚げ音頭とかっていうのもあるんだけど、あのもうワンフレーズがもうぐるぐる回っちゃう、中毒になりました。中毒、へえ、だからもうまずでも自分が中毒になってるなって思います。じゃあ5番目の質問です、はい、有名人または歴史上の人物で最近気になってる人います。有名人、
うん、私ねそういうところの勉強が全然足りなくてですね、うん、じゃあヘップバンにしちゃいますか。ヘップバンですかね。ナイスフォローなですか。です、はいはい、ヘップバンについてはまた別の時に語りたいと思います。じゃあ今度ね、はい、語りましょう、はいはい、じゃあここに目の前に何でも叶う魔法の杖があったら何をお願いしますか。雲の上に乗っかり乗っかって雲の上に乗っかりいいですね、はい、一回ね雲多分ね、うん、美味しいと思うんだよね。あ、綿飴ですかそれ、ね、乗っかりたいな、ね、あれは砂糖の塊だと、うん、なんかね、うん、得体の知れない美味しいものなんじゃないかというのちょっとするんですよね、はい、なるほどね、うん、乗ってもスーッと落ちちゃう。現実を言えばねそうなんだけどね、あれはね、分厚い雲とかね、うんうん、ちょうどいいやつが来た時にポイントね、あ乗りたいですね。あの飛行機乗った時に雲が多い日とかね、うん、なると雲海をね、そうそう、ね、今乗ってるみたいな、うん、マント飛ぶマントじゃなくてなんか、うんね、雲の上乗ってる飛んでるみたいな、ね、感じがしてい、ね、いいですよね。雲の下は雨なのに上は晴れてるとかね、はい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 、はい、ありますよね、うん、ちょっと晴れてないぞみたいな、うん、ちょっとした優越感みたいな、そうそうそう、はいはい、なんでしょうね優越感ね、ちょっと優越感好きですね、はい、じゃあ最後の質問、はい、まあ浜子するみってやっぱ横浜の番組なので、うん、この質問なんですけど、横浜に来た人におすすめしたいスポットとかまたはもの、うん、ありますか。横浜おすすめしたいものスポットなんだろう、うちの裏に、うん、公園があるんですよ、はい、倉木公園っていう、はい、そこをたまに私もランニング、うん、ちょっと走りに行ったりするんですけど、特に何もない公園で池とかあるんですけど、うん、でちょっと遊具もあるんですけど、うん、最近なんか遊具縮小されちゃって特に何もないんだけど、うん、桜の時期はわーっと桜が咲くし、ツツジがわーっと咲く時もあるし、で雪が降った時にはもうすっごい雪がたまるから遊べるし、近所にそういう公園があってすごいいいなって。いいですね、うん、でそれこそそこにサンドイッチとか持って、うん、曲を作ろうと思ってコーヒーとサンドイッチ持って行って昼寝して帰ってきたことが何回かありますけど、楽しいね。そうそう、うん、それちなみにどのあたりっていうのは行っちゃっても大丈夫ですか。本当ね、倉木公園あそこどこですかね、うん、あそこも岡村ですかね。まあ分かる人には分かるっていうふうにしといた方がいいような気が、はい、うん、倉木公園という倉木公園、なるほど、はい、横浜なんです、はい、まあ、身近な公園ということで調べていただければと思いますね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後もう一度あれですか、うん、宣伝していただきましょうか。そうですね、ぜひお知らせをしていただいて、はい、じゃあ明後日吉野町小人さんで、はい、はい、ゾウさんと赤いメガネのライブ、あ、こういう絵なんですので、はい、あ、そうそう、これすごい、この写真です。ね、このリハーサルやった時に面白いから写真を撮って、あ、ぽいですね、ゾウさんぽいです。あ、そうですか。時間が、はい、7時半オープンで、うん、スタートが8時からでしたね。はい、はい、うん、もしかったら怖いもの見たさでね、うん、どうなるんだこれっていうね、あ、本人たちもちょっとどうなるかわからない感じで、はい、まあ、その後にね、はい、いろんなライブの情報とか、うん、ここで演奏するっていうのは、まあ、ゾウさん高いメガネの、Facebook ページまたはジャバガーズの Facebook ページですね、はい、それとあとは浅井さん自身のね、はい、Facebook のところにも出したりしてますけど、はいはい、フォローしていただいて、はい、はい、よろしくお願いします。なるほど、はい、ということで、もうあっという間の1時間でしたけど ね、 そうですね、はい、は何かね、すごくこう自然になんか楽しくっていうのがすごい伝わってきて、うん、いいなっていうふうに思いました ね、うん、そうですかね、はい、それが泥んこ遊びからだったっていうのはね、まさか、やっぱり三つ子の魂100じゃないですけど ね、うん、そね、その時から形成されて、はい、うん、はい、たんですね、まあ、ライブだけじゃなくってもね、いろんなマルシェとかにも ね、うん、ね、またいろいろと出てされてますね。8月24日でしたかね、うん、あのリーフ、リーフの日だまりマルシェで、はい、なんかその日はファッションショーが、子供のファッションショーがある日だって、でその時になんかアコーディオンで BGM を弾いてくれっていう風に、おボスの野村さんから言われて、はいはいはい、野村さん、はい、野村ボスですよ、はいはい、じゃあそれもね、ちょっと聞けるのが ね、うん、ね、多分またその辺のイベントに行くと私がすごい楽しい気分で、はい、
アコーディオン弾いてる姿が見られると思うので あれだなって言ってね、遠くで指さしてみて笑ってみてください。はい、ということでね、はい、じゃあ1時間ねすごく楽しかったんですが、はい、というねもうずっと続けたいところなんですがね今日は吉田浅井さん、古田浅井さんですね、はい、あ、古田浅井、すいません、はい、すいませんすいません、大変最後までずっこけでしたが、はい、古田浅井さん、はい、来ていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました。すいませんね、なんかまさかねこう今日始まったらいきなりこう画面を見てて目線がこっちに来てて喋、うん、れみたいな感じだったんで、うん、ああみたいな感じで、ね、メイン MC、はいはい、ね、そうですね、はいはいはい、自覚を持ての感じですけれども、うん、はい、で、あのなんか今日はね、はい、アシスタント MC みたいな感じでね、なんかね急になられてしまったので、ね、はい、もうドキドキ回が満載で、いいじゃないですかこれ、なんかね、いいですか、今後ねメイン MC で、はい、あの初代 MC だけど、はい、初代アシスタント MC みたいな、いいんじゃないの、ご本人が言ってくださるんだったって感じですけれど、ね、はいはい、もうちょっとじゃあ次から心の準備をするので、はい、次はちょっとマシになったなっていう感じで見ていただければ幸いでございます。いやいや、マシになってるね、皆さん最初もいきなりツッコミだって、この大丈夫かなみたいな、ね、いやいやもう、はい、あの加藤玲奈を見たくて、うん、フェイスのこのミストリームを見てる方々がすごく増えてきてますんでね、本当ですか、はい、ありがとうございます。俺はまあいてもいなくてもどっちでもいいみたいな、ね、そんなことない、うん、そんなことないですよ、いやいやいや、言いなきゃもう成り立たないですから、はいはい、かもう、はい、はい、まあ、あのアシスタントに勤めたいと思います、ね、はい、本当ですか全然ダメですか、はい、ということで、はい、木曜日のアマットストリームですが、うん、ゲストですが、うん、老舗シリーズ第2弾ということで、ね、前回はあのカツレツ庵、はい、ね、そうでしたね、はいはい、今回はカツレツ庵に続いて、うん、横浜であられ、おー、あられ、はい、来た、美濃屋のあられというね、はい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 、皆さん多分横浜の方なら誰でもが多分知っている、うん、あられがありますけど、そこの若旦のチームから、はい、まあ、あの小森さんにね、はい、あの来ていただきますんで、なるほど、はい、すいません、その木曜日はちょっとねあれなんですよね、はい、大丈夫です、あのあられちょっとねお盆真っ最中で、お盆真っ最中ですからね、申し訳ないんですけどね、はい、すいません、なんかね、あのたまに出れない時がねこう続くと、うん、人を選んでんじゃないかとかなんかね言われたりするんですけど、そうなんですよ、そんなことはないんですね、うん、さながらありませんから、いつもあの俺が言われるんだよね、あ、今日外したろとかって、いやいや、あ、そうなんですか、うん、あ、言われてたんですね、あ、今日なんでレナちゃんいないのとかって、あ、言われるんですか、いや、すいません、ちょっとあの今日はあの学校の用事で、すいませんね、申し訳ありません、いや、申し訳ございません、あの本当にすいませんがね、ちょっと、はい、そういうのでちょっと次回はあれなんですが、ゲストの方はね、はい、楽しみということで、ね、ぜひ見ていただければと思います、はい、はい、じゃあ1時間ありがとうございました、ありがとうございました、おやすみなさい、おやすみ、グッドナイト。ハマスト、ハマスト、が詰まって苦しいなら、さあこの窓に来いよ、風を受けよう、ここは横浜151年風を通した街。